Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwami です。よろしくお願いします。これ、おばあちゃんちからもらってきた冷蔵庫なんですが、使わずに、我が家で処分することになりました。理由は置き場所です。はい、整理整頓したくて、泣く泣く捨てることにしました。ということで、こいつをドナドナしていきます。はい、じゃあやっていきます。家電を捨てる前に、ちょっと、話をしたいと思います。4品目ありまして、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、まあ種類分けするとエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機ですね。はい。で、家電リサイクル法というのがありまして、特定家庭用機器最小品化法、まあ いわゆる家電リサイクル法は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機などの特定家庭用機器、廃棄物から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに資源の有効利用を推進するための法律ですと。まあね、自然のためにね、優しくなろうぜっていう法律ですね。そのために費用がかかりますよっていうことなんですけど。で、この4品目の家電をですね、処分する際、どのように処分すればいいのかを話したいと思います。回収方法は、いくつかありまして、買い替えの時に引き取ってもらう。まあ、ちょっと、買わなきゃいけないので。で、買い替えでない時の処分の場合、私のような場合ですね。買い替えじゃなくても、家電屋さんで処分することは可能なんですが、手数料が発生しますので、手間を省きたいなどね、ありましたら、家電屋さんにお願いするのがいいと思うんですが、私はケチンボなので、量販店さんにお願いせず、自分で特定業者さんに持ち込みたいと思います。はい。では、その一番お金のかからない方法、私がやる方法についてお話しします。で、まず言いますけども、郵便局振込方式で料金を支払います。はい、これです。この書類。家電リサイクル券。これを郵便局で入手して、郵便局で支払いをします。そして、支払い後に指定引き取り場所に、直接持ち込むという方法です。今日はね、おばあちゃんが使っていた2001年製の冷蔵庫、使う予定でもらってきたんですけどね、ドナドナしていきたいと思います。はーい。じゃあ、やっていきます。私の冷蔵庫は、東芝製で、170リッター以上なんです。なので、大という冷蔵庫の区分に入るんですが、約5000円かかります。リサイクル料金だけで4700いくらで、郵便局の手数料も200円くらい取られるので、うん。ちょっとね、お金かかりますけど、捨てるにはこれしか方法がないので、仕方ないかなというふうにね、思っております。はい。で、正しい処分をしないと大変なことになりますね。無許可の業者があるから、しっかりね、その行政区域、まあ区役所にどうしたらいいかをね、聞いてみたらいいと思います。こうしろ、ああしろと指示をしてきます。無許可の業者にお願いすると、不法投棄、不適正処理、不適当な管理などで、なんか火災とかのね、事例が報告されているみたいですね。役所にね、聞かないで、どっか知らないおじさんとかに、おじさんって言っちゃいけない、知らない人にね、処分したいんだけど、とか言って、無料無料と言っときながら、最終的にお金を、ぶんどられるっていうケースもあるみたいなんで、区役所にね、聞いてください。自分で持ち込めない人は、収集運搬料も、支払うことになるので、だいたい7000円くらいとかになるんですかね。ちょっと種類によって金額が違うので分からないんで、まあ、各自、調べる方はね、調べてください。というか、まあ、区役所に聞けば、100発100中で分かるので、区役所にまず、
区役所、市役所、町役場っていうんですかね、そこに問い合わせてみてください。じゃあ、それでは、私はもうね、このリサイクル料金払いましたんで、ドナドナしていきたいと思います。はい、じゃあ、行ってきます。はい、じゃあ、では、こんな感じで失礼します。Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. はい、じゃあ、行ってきます。バイバイ。バイバイ。いや、もったいないんだけど、場所がね、家をね、整理したくて、断捨離します。断捨離って言っていいのかな？じゃあ、失礼します。バイバーイ。